皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところで、ついに、長かったような短かったようなハロウィンイベントが終わってしまいまして、久しぶりに通常通りの画面になっております。最終的にですね、ハロウィン系の衣装はですね、ソルジャーだけ取ることができませんでした。やはりですね、しっかりとまたお金を貯めて、次の何かしらのスキンが出る時までに買えるだけのね、ものを持っておきたいなというふうに思っております。で、とりあえず改めてこれをしよう、あれをしようってこともありませんので、このウィークリーの正義の雨もですね、一回やってますから、とりあえずライバルプレイですかね。現在ですね、一時期2400ジャストまで落ちたんですけども、また2528ぐらいまで戻ってくれて、しかし2600を超えることはなかなか難しいみたいな、上がったり下がったりっていうところで、本当に2500前後が適正なんだろうなっていう感じではありますね。相変わらずディーバとトレーサーを主に使っておりまして、リーパーとか、あとルシオを使う機会が多くて、あとやっぱライハル、ライハルとかちょっと多いですかね。キングスローか、相手の方、味方もマーク統一してるチーム結構多いですよね。だからもうチームでやってらっしゃるんでしょうけど、疎外感だな。多分チーム内で構成割と決まってるでしょうから、もう余り物でいいですよ。なんかあんまり水差したくないですからね。うわー、仲良しチームだなー。そんなにヒーラーをチーム内でやってくださるなんて、いい方々なかなかないんですよね。3人チームとか4人チームでもヒーラータンクあんまり俺らはちょっとみたいなこと多くて、あれ、これもしかして自分待たれてます？じゃあハルトとかやりましょうか。あんまり自分のハルトは、おやべー、待って待って、おザリア使えないあれ、これ待っちゃいけないやつだったかな。マジかー、まさかのセリアですかこれ。マジか、大丈夫かなこれ。ごめんなさい、体調まだ治ってないので、咳がまた出てしまうんですけど、これやばいよ、これはやばい。いや、まさかザリア余ると思わなかったっすよね。うわ、おとなしくさっさとハルトを選んなきゃよかったな。となるとこんくらいか。いやー、ザリア使えないですよ、ちょっとね、無理。やりすぎた。ちょ、やっぱダメだわ。いや、今、あれ、ハルトいなくないと思って、ハルト探してるうちに死んじゃいましたね。いや、やっぱ無理だわ、無理だわ。ごめんなさい、俺には無理っす。いいわね、頑張りますよ。やっぱ使えないヒーローよりはね。ちょっと調子に乗りすぎ。ちょ来てる。ほら、まずいな。これやばいですね。てか、相手のザリアの方すごくうまいですね。うひょ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 。
さあこれどうでしょうか。うわー来てる、マジか。ちょっときついですねこれ。多分後ろ来てる。ほらラッキー。あ、怖い。来た方がいいな。ザリアの方本当にうまいな。なんでしょうね。まあ、今ハルトいない確認をちゃんとはしてはいましたけど。マジが不穏だな。きつい。あれ、あ、え、え、いや、あ、まあいいか。ダッピーしてしまいました。今なんかちょっとね、無意識気味でしたね。我が手が勝手にって感じでしたね。どうなんだろうな、まあ、さっきまでの圧倒的な感じに比べたらよくもまあここまで持ち返したなっていう気がしますね。うわ、来た来た来た、マジか、マジか、ちょっとぐちゃぐちゃにされちゃいましたね。ああ寝てるところに雨ですか。でもマーシー倒せたんでかいんじゃないか。マジか、これは交通事故だな。まあまあまあ、でもリスポーン地点を考えればまだ間に合うレベルでありますけども。
いてこれまずいぞ。残り60秒。頑張れ。パンパンザリアとの対マン。いや熱戦ですねこれ。いいですね。あすごいザリア兄貴にマクリーで対マンちゃんと勝ててますね。あの赤さでよく。だこれ美味しい。よし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 。すげー飛んできた球。スコア0-2。サイドを交代します。さあしかし超えれるかどうかですね。もうディーバでいいのかな。まもなく突入します。できればトレーサーとか行きたいんですけどもね。トレーサーとかどうなんでしょうね。味方のチームの方々が今必死に相談してますよね。まあハルトディーバとなるとオフェンスじゃなく半蔵か。なるほど。これはもう裏取りが2人いるのでぐちゃぐちゃにしつつ正面から半蔵とハルトで。あ、かわいい。これほんとかわいいですよね。なるほど。あそこから半蔵でガンガン打つと。あのウィドウあそこから打つのは結構見たことあるんですけど、半蔵は初めて見ますね。いやー即死だけはしないようにしないとな。このトレーサーはハマるか戦犯かの2択なんですよね。2択多いゲームですよね。ワン、ゼロ。ダメだ。これは先輩の方ですね。いかんな。ゼニアってやらないとだな。欲しいな。あぶねえ、死ぬとこだった。ダメか。味方がどうだ。あ、でも結構いけそうっすよ。目標取りに行こうぜ。おい、打ち方始め。目標制圧中、君も来たよ。ちょっと邪魔しに行きましょうか。てか、今日特に黙ってますね、ずっと。お、マジか。
こっち向いてくんないな。そっかいて。死ぬ死ぬ、これ一発死ぬ。ちょ、なんで戻っちゃったな。怖い、助けて。みんな怖い、殺意すごすぎる。どこ、ここ。助けてください。怖すぎる。全員やったら倒そう。思ったらみんな回復しまくりングだな。おなんだ。マジか。これどうしましょうね。もうトレーサー変えていいな。ウルトどれだけ溜まってるんだろう。か一回ウルト打ったら変えましょう。最後の押し込みにあんま強くないんですよね、トレーサーって。回復欲しいな。あざす。あれ、ボイちゃん入ってないですよね。怖いいけるか。これは行ったっぽいな。蹴ってたもんな。ねえ、ちょっとやばいですね。集中しすぎてて全然喋れてなかったですわ。なんかもう死なないようにすることで精一杯で、実況プレイ動画学校わらというところですね。でもトレーサー可愛いからよしとしましょう。あ、腰が、あ、いただただだ。で、本当味方のチームのチームワークがすごく良かったですね。しかもゼニアッタとルシオをチーム内で使ってくださってるっていうのはすごくありがたかったですね。負けたかと思った。俺に入れろ、俺だ、いないわ。じゃあ相手の方に。完璧だ。
いやでもいいですね、なんかお互いチームのなんかこうシンボルみたいなやつを統一してるっていうのは、なんかこう赤頑張れ白頑張れっていう感じしていいですね。ファンタスティックな戦いではありました。いやでも、まあ、勝ててよかったですよね。ちょっと本当に危ないシーンがいっぱいありましたんで、まああんまり力慣れてたかどうか分かりませんけどもね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。やべ、味方がトレーサーに引っ掛けまされてる。マジか。え、弾も早くない？シャゴに後ろにリーパーが。OK。やべ、マジでトレーサーにやられてる。追い払ってきまーす。ナイス。いい、いい挟み撃ち。OK。ここは抑えたいぞ。左から来ますね。ルイス。建物側から。じゃあ、鬼気をつけて。連れて行かれますよ。あと、この通路は分断ポイントを押すな。危ない危ない。あ、お前やんのか。あ、やんのか。ナイスです。うわ、なんだこれ。危ない。リーパーチ。ナイス。裏、みんな裏から来てるよ。外の廊下にいますね。はい。ザリアダウン。トレーサー殺したい。ナイス。ナイス。ジャンクラめっちゃ働いてる。いいぞ。裏に豚。豚いますね。よろしく。あ、メイが。掴めなかった。倒したー。おお、ナイスです。いや、やっぱね、俺の方がうまいっす。うん、裏に集まってますね。リーパー、ルシオ。あのリーパー仕事してるようでしてないな。よしよし。おら、おら。やる、マジ。うわ、やばいやばい。あれ、いや、違う。違う。違うんすよ、違うんすよ。ま、まさかの。いや、豚の圧で。ああ、どういうことですか。届くかよ、あれ。やべ。落とされちゃいました。人がいねえ。いや、大丈夫です。人がいねえ。俺が。移動する？お、でもみんな頑張ってる。あばー、さすがにやられた。ああ、なんか。頼む、みんな。あれ？なんか取れてる、取れてる。けい。の状況がわからん。いや、消えてる。みんなー。けい。おお。いや、嬉しい。いい試合だったな。いやー。熱かったっすね。いや、よかった。これ普通にみんな強かったっすね。いや、よかったっすね。うん。いや、よかったー。ジャンクラも要所で。うん、最終ラウンドジャンクラかなり活躍しましたよ。全員強かったし、かなりみんな活躍してた気がする。これはまだしょうがないですよね。これはもう無理ですよ。全員打ってますもん。もみくちゃですもん、あれは。いや、俺に入れる案件だな。オープンのシーンがこれは殺してますね。いやー、58キル申し訳。人殺しのトレーサーって呼んでください。よっ、はい、よっ、呼びます。よっ。いや、でもね、ちょっと後ろがロードオークの足音聞こえたらブリンクしすぎて落ちたっていう、あれだけはちょっと本当にちょっと震えたんで。条件反射じゃないですか、もう。そう、あって。なるほどね。しかもトレーサーの自己ベストじゃないですか。あ、自己ベスト。あ、見てた。そうそうだよ。